の方が分かる。青森大好きのりんご娘が青森県内の美味しい麺を紹介します。りんご娘の麺どうぞ。皆さんこんにちは、りんご娘のスターキングデリシャスです。今日から始まりました麺ロードということで、トップバッターはりんご娘で一番麺が大好きなスターキングデリシャスです。魔法の杖に導かれ青森市の住宅街を歩きます。美味しいりんご探しみたいに見えちゃうけど、あれ反応してる、反応してる、してる、してます。そうでしょ、そうなんです。あれは住宅街にある、あったー、ラーメンボーンズ、魔法の杖や。お邪魔します。さあ導かれたのは青森市にある豚骨ラーメンの人気店です。食券だ、いっぱいある、悩むな、いろいろ種類ありますね、うん、すいません、はい、あのおすすめとかってありますか。あ、はい、一応当店の人気ナンバーワン豚骨ラーメンで、豚骨美味しそう、こってりラーメンと豚骨、やはりおすすめの豚骨に決めました。そして麺の硬さはバリカタにしました。あ、いいね。スターキングデリシャス初めての豚骨ラーメンです。え、どう、人生で、ね、そうなんです。豚骨ラーメンデビュー、いきます。どうかな、デリシャス飛び出すかな、デリシャスって言うかな、うん、おいしい、おいしい、やっぱり硬いラーメンなんですけどなんかこうしっかりとこう麺の弾力を感じることができて、すごい、やっぱり硬好きです私。あ、初めての豚骨、麺のこだわりとかってあったりしますか。麺のこだわりですか、はい、ポキポキした食感をこうするような感じで、小麦の風味がすごく残るように麺を頼んでます。細麺で小麦の香りをダイレクトに感じるようにと試行錯誤してできたボーンズの麺です。なんかスープとかにもこだわりってあったりしますか。いや、臭みを出さないように、うん、豚の旨味を最大限に引き出すように、そしてクリーミーな感じで仕上げています、うん、油を加えないようにして、うん、でコラーゲンでこってり感を出して、すごい、コラーゲン、はい、肌にもいいと思います。あ、本当ですか。で、女性にも嬉しいですし、やっぱりこうあっさりこう食べやすい味なので、幅広い年代の方にも愛していただける一品ですね。卓上にあるいろんなトッピングがあるので、はい、そうそう、辛子高菜、紅生姜、味変しながら食べていただければ。辛子高菜を入れて食べてみました。いいね、いいトッピング。さあ、味は変わったかな？かな？デリシャス飛び出すか？デリシャス作るんちゃう、これ。うん。どう？おいしい。おいしいでした。おいしい。全く別の、ね、違うラーメンになりますね。そう、トッピングで楽しめるのも豚骨ラーメンの魅力です。飽きずにスルスル食べられますよね。替え玉とかしちゃうよね。うん、青森って結構煮干しラーメンのイメージって強いと思うんですよ、はい、だけどなぜこう豚骨ラーメンを選んだんですか。自分が東京に行った時に豚骨ラーメンを食べてすごい衝撃を受けまして、うん、それで青森に帰ってきたんですけど、いろんな人に豚骨ラーメンを知ってもらおうと思って、うん、はい、バリカタで小麦の魅力発見、ボーンズさんの豚骨ラーメン最高です。豚骨のラーメンってスーパーカップのあれしか食べたことない。